狛犬狛犬とは、獅子や犬に似た、日本の獣で、想像上の生物とされる。像として、神社や寺院の入り口の両脇、あるいは、本殿、本堂の正面左右などに一体で向き合う形、または守るべき寺社に背を向け、参拝者と生体する形で置かれることが多く、またその際には無格の獅子と有閣の狛犬とが一体とされる。 アスカ時代に日本に伝わった当初は、獅子で左右の姿にさえはなかったが、平安時代になってそれぞれ異なる外見を持つ獅子と、コマイヌの像がタイで置かれるようになり、競技には後者の実をコマイヌと称すが、現在では両者を合わせて、コマイヌと呼ぶのが一般化している。古代インドで、ふつの両脇に守護獣として、ライオンの像を置いたのが、コマイヌの起源とされる。 また、古代エジプトやメソポタミアでの神域を守るライオンの像も、その源流とされる。明治神宮では、起源は古代オリエントインドに遡るライオンを、かたどった像で、古代オリエント諸国では、聖なるもの、神や王位の守護神として、ライオンを用いる流行があり、その高例がスフィンクスであるとしている。日本には、中国の唐の時代の獅子が、 仏教と共に伝わったとされている。明治神宮では、伝来の時期は示していないが、日本人が異様な形の生き物を犬と勘違いし、朝鮮から伝来したため、高麗犬と呼ばれるようになったとの説を紹介している。狛犬の語義には、諸説あり、魔除けに用いたところから、巨狛駒、犬と呼ばれるようになったとするなどがある。奈良県法隆寺の五十頭、 初茂の壁面素像に彫られている像のように、はじめは、フッツや、仏塔入り口の両脇に置かれ、獅子、または、大型の犬のような左右共通の姿であった。角を持つという狛犬の由来については、様々な説があり、演起式巻きが四十六、左衛門不式に、およそ大義の日に、左衛門の不は、地蔵を、解消門左に言い、末、こと、筆、おは、利手。 本府、左絵門の笛返し修せよ。うふ、絵門譜は、解消門の右に言えよと記され、この字は、獣医学者の吉村拓造によれば、正体は半然としないが水牛に似た、一角獣で、鎧の材料になるほどの公費を持ち角は主敗に、用いたというが、この、が狛犬であるという説もその一つである。平安時代に入ると、うつほ物語に記述されているように、 大いなる白金の狛犬四つに航路を取り付け、宮中のおとばり、御長代の四隅に置いて使われており、枕の奏や映画物語などにも調度品として、獅子と狛犬の組み合わせが登場し、こちらはミスや貴重を抑えるための模し陳子として使われていたことがされている。獅子と狛犬の配置については、金碑症と類寿雑用症に共通して獅子を左、 狛犬を右に置くとの記述があり、類寿雑用症ではさらにそれぞれの特徴を、獅子は色気にして口を開き、コ犬、狛犬は色白く口を開かず、角割りと描いている。獅子、または狛犬は中国や韓国にも同様のものがあるが、あ、運の形は日本で多く見られる特徴であり、二王像と同様、日本における仏教観を反映したものと考えられている。 一般的に、獅子、狛犬は向かって、右側の獅子像が、あ行で口を開いており、左側の狛犬像が、運慶、形、行で口を閉じ、古くは角を持っていた。鎌倉時代後期以降になると様式が、簡略化されたものが出現し始め、昭和時代以降に作られたものは、左右ともに角がないものが多く、口の開き方以外に、外見上の差異がなくなっている。これらは、 本来、獅子と呼ぶべきものであるが、今日では、両方の像を合わせて、狛犬と称することが多い。近世から現代にかけて、各地の寺社に膨大な数が作られており、形態にも様々なものがある。獅子、狛犬の有無も神社により様々で、例えば、京都府の京都市内の神社では狛犬がいるとこが、約半数である。現在、 各地の自社境内で見かける狛犬には、石製のものが多く、他にも金属製や、陶製のものがある。前述のように宮中のご頂台などで、調度品として使用されるものは、金属製であっと思われるが、一方で神仏の守護の役割を果たす、獅子像、狛犬像については屋内に置かれたものは、木製が多く、屋外に置かれるようになって、石が使用されるようになった。 現存する木製の獅子、狛犬霊には、奈良県、薬師寺の鎮守、旧京岡八幡宮や、滋賀県の大宝神社、京都府高山寺、広島県五福島神社などのものがある、いずれも重要文化財。石製の古い霊では、奈良県東大寺南大門に置かれている一帯の像があるが、これらは、像の様式が新たに日本に伝えられ、唐寺種と呼ばれる種類のもので、 アウン型ではなく、両方が、獅子の姿をしている。コマイの名前の由来には、諸説ある。類似雑用章での表記の、ごマけは、この字が異民族を表し、間の字が、サンスクリット語の、の音舎に使われる文字となっている。説問会時中によれば、コマは、白と同時であるとされる。また、白は、ツングースけ民族を表すと言われている。白や、 高栗の国読みである、駒は、二馬国の天下という説がある。一方、中国の古書の中には、東海五まり、ふいを、白のぞく々とあり、衆院には、栗、国名とあるため、九、小馬に由来する、可能性もある。犬については、ハヤトの犬灰との関係が指摘されている。また、ハヤトは朝廷に供順した後は護衛の任意についており門番などもしていた点が、 コマ犬の役割のルーツではないかとする説もある。一説によれば、ハヤトは、クマソと同族で、クマソの国が、クナ国であったとされる。なお、日本語で、コマはコマを意味し、日向ハヤトのコマは、評判が高かったものの、コマ犬と関連するかは不明。説問開示によれば、コマは、狼のごとくよくかける羊であるとされる。また、リハクの詩の一説には、 天狗の対比として、土駒と呼ばれるものが登場する。神道では、神の使い、または神の使わしめと称す。稀に数種ある場合もあるが、多くの神社では一神に一詞とされており、その種類は、哺乳類、鳥類、爬虫類、創造上の生物など多様である。稲荷神の狐、春日神の鹿、ベザ天の蛇、ビシ門天の虎、マリシ天のチョヤワタ神の鳩などが、 新種の代表的なものである。土地の伝承などに基づくものもあり、岩手県の常県寺では、カッパ伝説にちなんだ、カッパコマ犬が置かれている。京都府京丹後市の琴平神社の境内社木島社には、コマ犬ならぬコマ猫像が置かれ、阿吽の配置も左右逆となっている。大阪府大阪市天皇寺区の大江神社には、コマ虎があり、阪神タイガースの優勝を祈願する張り紙や、 キフラや半身ファンからメガホン、虎の小さい置物やぬいぐるみなどが備えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。